レストラン苑料理長の木本陽子です。日本初韓国経由フランス行き。日本に生まれ韓国料理で育ちフランス料理人になる。この3カ国での旅が私のコンプレックスをアイデンティティに変えてくれました。どの国の人が食べても美味しい料理にしたい。そのためメイン食材はジャガイモにし、国産食材を用いて韓国料理とフランス料理の技法を合わせました。ペクソルギは米粉ともち米粉と砂糖と塩を合わせ水を入れます。手ですり合わせながらサラサラな状態にします。蒸し上がってじゃがいもの皮を剥き、粉と合わせてタミでこし、さらにサラサラな粉状にします。この時水分が多ければ米粉を、少なければ水を足します。じゃがいものピューレはじゃがいもの皮を剥き、でんぷん質の粘りが出ないように叩きながらタミで細かくします。こしたじゃがいもと牛乳をダマができないように少しずつ合わせ、火にかけながら発酵バターを少しずつ入れて乳化させます。バターを塗ったクッキングシートをセルクルの内側にセットし、下と側面にペクソルギをしっかりと貼り付けて、中のピューレが出ないように壁を作り、じゃがいもピューレを入れ、ペクソルギで蓋をします。100度のスチームで45分、ふわふわトロトロになるまで蒸し上げます。その間にアンチョビと生クリームを合わせてキューブ立てにし、スモーカーを使い鬼ぐるみのチップでスモークします。盛り付けは食べ手が混乱しないようにとことんシンプルにしています。絶対に食べてほしい熱々のペクソルギの上には国産キャビアを乗せ、燻製アンチョビクリームを添えて完成です。旅イコール体の移動による心の成長。この一皿の旅で異国との関わりが一人の人間の価値観の成長や存在価値の再認識につながればいいなと思います。